こんにちは、スクです。ホームスケープ続きやっていきます。現在のパズルレベルは6864です。現在のストーリーは湖の向こう側カントリーハウスで、ラジオ局が終わって新しいエリア、このでっかい納屋です。何に使う部屋かはまだちょっとよくわかんないんだけど、とりあえずこの周りをランニングしたくってコースを作ってたんだけど、それの雑草を刈る機械をしまう納屋として使ってます。なんかどんぐりがいじっちゃうから危ないからっつって、にしても広すぎるからね、何かに使うんだろうけど、まだちょっとよくわかんないです。で、このマラソンのコースなんだけど、ここの部分がまだ終わってないんで、この納屋の入り口の前が多分ここをやって完成するのかな。というわけで続きやっていきます。緑石を設置するがまだ半分だったのか。じゃあこれやっちゃおう。おお、そっちにも。あ、まあ確かにね、家に入るのに道はあった方がいいか。さあ設置できましたよ、スクさん。すべての作業を終えてこの周りを走るのが待ち遠しいです。はい。心地いい風に吹かれながら鳥の歌声を聞いたり、景色を眺めたりしながら走ること以上に幸せなことなんてあるのでしょうか。そんなに言うんだったらもっと早くやっとけって話だけど。おっと、景観があまり良くありませんね。幸いにもガーデニングに詳しい羊が伸び放題の生垣を傑作へと変身させる方法を知っていますよ。おお、ガーデンスケープっていうゲームアプリが他にもあるぐらいだしな。まあそっち俺まだやってないけど、一回も特に喋んないかな。あ、そうそう、このゲーム、この録画始める前に例によってまたパズルやってたんだけど、したらパパがいて、なんかパパも一緒に走りませんかみたいなこと言って、走ってもいいが、ママの作ったキッチンのケーキを取りに行くっていうことだけなら参加してもいいぞみたいなこと言ってた。それはちょっと面白かった。というわけで続き、生垣を刈る。先にちょっとこのタイル敷くやらして。絶対かっこよくなるでしょこれ。あー、内側にあんの。ちょっと待って、これ、これはちょっと普通じゃん。これは、なんかなぁ。ガラスがまんべんなく割れてるようにも見えるしな。やっぱこれでしょ。うえぇ、おしゃれ。いいね。コースが完成したので休憩しましょう。だけど、座って休む場所がありませんね。羊に解決できない問題などないぞ。現代羊学校でお前もしっかり教わったはずだ。父さん、私は羊学校に行くずっと前からこうした問題を解決してきたんです。すぐにここへベンチを設置しましょう。そうっすね、今まで散々ベンチ置いてきたわ。俺でもすぐに分かったわ。特に喋らないわ。というわけで続きを見るわ。こっちのちっちゃい納屋は何なんだろうな。まだ開いてないけど、生垣を刈るベンチを置く。まあ先にベンチかな。一旦休もう。まあオーソドックスだ。これおしゃれだな。まあこれもおしゃれっちゃおしゃれだけど、まあここはオレンジかな。座り心地はあんまり良くなさそうだけど。これでランニング後に、いやランニングの途中でも休憩できますね。いつ休憩するかは私の体力次第ですが。はい。オースティン、自分を過小評価しているみたいなんだ。20周ですら走れないっていうのか。20周って結構走りすぎじゃない？ 20 周？父さん、ふざけているんですか？ 4 周目で倒れてしまいますよ。喉の渇きからか疲労からかはわかりませんが。俺もマラソン苦手。そんなの簡単さ。ここに水飲み場を作ればいいんだ。ランニング中でも給水することができるぞ。レースドライバーがピットで補給するようにな。そう簡単に言いますけど、水飲み場っていうか、もう外に置ける用の冷蔵庫ここに置いといたらその方がよくね。外に置ける用の冷蔵庫なんかあんのかな。自動販売機かよし、続き、水飲み場を作る。よく作れるな、こんなの。作るの簡単なのかな。おしゃれ。でもなんかこんな、あ、この同じデザインどっかにあったぞ。あの、蜂の巣の近くに蜂用の水飲み場を確か作ったんだけど。なんかこんなの選んだような気がするな。
これさ、水すげえブシャーって出てない？これにしよう。面白いから。ブシャーって。水がすげえ出てる。ブシャーって。めっちゃ見てる。今まで飲んだどの水よりも美味しいです。あ、飲んでたのか。10周走った後、水がどれほど美味しく感じるか想像してみるんだ。おお、いいこと言うね。なんか、どんぐりがドアの前にいるよ。入りたがってんのか。水を神聖なものだと信じる人の気持ちが分かってきたような気がします。そうだね。まあ、水は大事だよね。にゃー、俺やっぱ入りたくなってんじゃない？ネズミの気配がするのかい、どんぐり。ポルニャオ。何か気になるみたいだな。前の所有者は一体何がどうなってんの、どうのこうの。さっきの納屋みたいにきっとガラクタのコレクションをしまっていたんでしょう。そのことは秘密だよ、パパには。ガラクタのコレクションなんてなかったって言ったんだから。あったって知っちゃったらパパが何それちょっと見せろってなっちゃうから。で、続き中には入んないんだね。生垣を狩る。とりあえず外を完璧にしようって話か。どんぐりが走ってるぞ。おお、反対側もやってる。左の方も綺麗になってた。スケさん、剪定バサミも持つべき人が持つと素晴らしい奇跡が起こると改めて証明されましたね。ああ、自画自賛だね。やっぱ気になってる、どんぐりが。中に誰かいるんじゃない？囚われの姫が。どんぐり、どうしたんだい？納屋の中を見てみたいのかい？何も面白いものは入っていないよ。まあ少なくとも私にとってはね。ゴルニャーン。一体何があるって言うんだ。元気を出すんだ。今週どこかで納屋を見る時間が取れるかもしれないけど、今はすごく忙しいんだ。まだ生垣を借り切れていないし、仕事を投げ出すなんて私にはできないからね。あ、まだ本当だ。終わってなかった。この辺が。プルニャー、プルニャーって鳴くね。プルニャーって、普通のニャーじゃなくて。プルニャーって鳴く猫って本当にいいのかな。プルニャーっつってっけど。よし、続き。生垣を狩るその2。おいー。すげえ綺麗になった。いい感じになりましたね。これでどの生垣も完璧です。ガーデンタイムズ誌の編集者だってきっと大絶賛ですよ。彼らは詳しいでしょうからね。どんぐり、どうしたんだい？なんかあるぞ。なんだ？チュンチュチュン。また鳥見つけちゃったの？どんぐり、やめるんだ。スズメのヒナか？見てください、スクさん。巣です。昨日の突風で木から落ちてしまったのでしょう。わしのヒナ拾ってきたばっかなのに次はスズメのヒナか？ランニングに戻りたいのですが、困っている鳥たちをこのままにはしておけません。誰かを助けることでもっといい自分になれるんです。ランニングはまた後にしましょう。私に任せてください。どんな風にもびくともしない頑丈な巣箱を作りましょう。猫も手が出せないようなものをね。あ、ヒナだけが落ちたとかそういうんじゃないんだ。鳥の巣自体が落ちてるだけか。じゃあ鳥は無事か。無事なのかよくわかんない。ちょっとさ、わしのさ、ひなどこだっけ、わしのひな。ああ、そうだ、牧場っていうか農場。ここももうほったらかしなんだよな。犬どこ行った、犬。あ、いるいるいる。元気にしてる。元気か？お前名前なんだっけ、忘れちゃったよ。あまりにも関わってなさすぎて。なんだっけかな、ちょっと思い出せないや。ちょっと後で、昔の動画見てみよう。あれ、わしのひなどこ行った？あ、いた。もうみんななんか動物ほったらかしだよ。まあ、餌さえあれば勝手に生きていけるだろうけどさ。ちょっとなんかな、出番があってもいいのになって思う。あとこれ前回切り取ったんじゃないや。掘り起こしたでっかい切り株。どうするんだろう。ほったらかしてるけど。あとここに用意した噴水とちょっとデザイン違った。あれ？でもね、他にもね、噴水どっかに作ってなかった。あれ、気のせいかな？なんかどっかにも噴水似たようなやつ作ったような気がしたんだけど。
もう忘れちったどこにあったか。よし、続き。巣箱を設置する。おお、黄色い鳥が飛んできた。鳥自体は無事だったんだね。おお、生息で何をやっているんだ。チュンチュ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 ンチュン。父さん、実は鳥のことはあまり得意じゃなくて、小さい上に羽もついていて、鳴き声はうるさいですし、それにとっても腹を空かせているようなんです。はあ、まあそうだね、鳥の鳴き声っていろんな種類いるからね。聞いてて心地いい、この鳥はいい鳴き声じゃん。聞いてて心地いい鳴き声の鳥いるけど、カラスはまあうるさいよね。もうちょっとボリューム抑えて鳴いてくんねえかな。見た目黒いのは別に嫌いじゃないんだけど、鳴き声がマジでけえ。カラスは。それならどうしてぼーっと突っ立っているんだ。羊がいるのに腹を空かせているなんて、鳥相手だとしてもあってはならないことだぞ。すいません。父さん、すべての鳥がいい鳥だとは限りませんよ。カラスにアンテナの接続部を取られて、テレビが見られなかったことを覚えていますか？でもまあ、父さんの言う通りですね。餌入れを置いて、さらに猫の餌皿も補充しておきましょう。猫もお腹が減っているはずですから、そうすれば鳥もどんぐりも満足してくれるでしょう。はい。大変だな。おー、どんぐりがめっちゃ走ってる。どんぐり、新しいご近所さんに爪で攻撃するんじゃなくて、クッキーでも渡して歓迎してあげなさい。この鳥の方がここに長く住んでいるのかもしれないから先輩かもよ。で、じゃあ鳥たちが私たちのクッキーをどうのこうの。どうでしょうね。私が猫に餌をやっている間に確かめてみたらどうです。え？いや、キッチンへ行くとしよう。そこなら絶対にクッキーがあるからな。ああ、鳥の方が逆にこっちにクッキーくれないかなみたいなこと言ったのかな、パパが。キッチン向かうのかな、これ。キッチン向かうな、これは。多分。めっちゃダッシュしてる。どんぐりもキッチン行くの？キッチンに向かってますね、これは。ここだね。これにゃん、行った。飼い主たちは？おっせ。おっせ。パパ違うとこ行ったし。パパどこ行くんだ？え、キッチンで餌あげんの？撫でてる。パパは違うとこ行った。まあ、いっか、続き。っていうか、手紙が、なんか鳴ってるな。誰だ、こいつ。オースティンさんへ。あなたは、私どものペットショップで巣箱を買った1000人目のお客様です。その記念に、心ばかりの商品をお送りします。ぜひ、お受け取りください。鳥グッズのプレゼント企画は、見逃さないようにしてくださいね。対象は、磁気のバスタブです。手と尻尾とヒゲ店長。ドロシードギーレーン。200円要求。この人たまにくれたね。そういえば、手紙。お、結局集まったぞ。キッチンに。スクさん、これが私の生活です。お客様対応。座る暇もありません。そうか。座ってればいいのにって思うけど。あ、ママだ。こんちゅーす。よし、続き。餌入れを作る。お、いっぱいいる、黄色い鳥。父さん、これは何という鳥でしょうか。ツバメ？いや、カナリアでしょうか。マジで、カナリアなんて見たことないぞ。野生のカナリア。どうでもいいけどさ、俺んちの家の真ん前をさ、普通にふんふんふんって歩いてたらさ、超黄緑な鳥が2羽、さーって通り過ぎてった。あれ、メジロかウグイスだわ、多分。多分ね。他に緑の鳥っているっけ？わかんないけど。なんかすげえ、スズメぐらいでちっちゃいので、すんげえ黄緑のやつだった。ちょっとびっくりして、振り返っちゃった。まあいいや。いや、この辺りには生息していないぞ。つぐみだろうか。つぐみは話せるって聞いたことがあるな。鳥に話しかけてみよう。マジで。人間の言葉を理解するってこと？その鳥さんたち突然で悪いな、どうのこうの。なんて。あ、なんかうなずいてる。まあ、有益な情報交換ができたな、チュン。なんていう鳥かは全くわからんが、食欲旺盛なところから察するに、私たちとは共通点が多そうだな。
なんなら鳥たちを引退した羊と呼んでもいいぐらいだ。強くわかんない。何言ってんのか。シェ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 。サスクさん、健康を取り戻しましょう。お、走んのか、いよいよ。あれ、ジャージに着替えないの？一回俺、オースティンがジャージに着替えてるところ見たぞ。パズル終わった後に。一瞬だけだったけど。オースティン、大丈夫？ウィリアムが夜食を取りに忍び込んだ時のような声を出しているけど。みたいな。めっちゃ走った後ってなるよね、なんか。ヒンベイみたいな。って。ああ、母さん。ランニングはあまり私に向いていなかったみたいです。一周走ったらもう体が悲鳴を上げてしまって、こんなにも体力がないとは思っていませんでしたよ。ああ、俺も走ろう。心配になってきた、自分の体が。あまりいいとは言えないわね。だってちゃんとした服装を着ていないんだもの。革靴と蝶ネクタイで走る人なんていないわよ。やっぱり。母さん、その通りですね。ジェブやロビー、それにアンディですら、成功する秘訣は正しい道具にあると言っていたのに、早速良さそうなランニングウェアとスニーカーを注文してみます。持ってなかったんかい？どれどれ、ランニングウェアでメンズでサイズは、あと色は青にしましょう。それから、生地の種類？なんて読むのこれ、ホフ？スパンデックス、抗菌コート。ああ、種類が多すぎて頭がクラクラします。助けが必要なようですね。誰に聞くんだ。誰に聞くの。誰かスポーツに詳しい人なんかいたっけ。健康系と言ったらシャンティぐらいだけど。わからん。最近出番がないからキャサリンにでも聞く。まあ、いや、続き見るか。オリビアに相談する。まあまあ、はい。母さん、ランニングウェアを選ぶのを手伝ってくれませんか？いくつか見ていたんですが、生地がいろいろありすぎて。健康的な生活を送る上で一番大変なのは走ることだと思っていたんです。でもランニングウェア選びもなかなか大変ですね。一回選べばもう終わりだろ。オースティン、心配しないで。私がランニングウェアを注文してあげる。私なら簡単よ。生地の種類のことなら博士論文を書けるくらいだからね。あ、そうなんだ、すごいね。その間オースティンにはやることがあるの？もう特にないんじゃない？この道ってまだ完成してないんじゃなかったっけ？どうだったっけ？コースに沿ってライトを設置するのはどう？夜ウィリアムと一緒に散歩ができたら嬉しいわ。気持ちいい風に当たればウィリアムもいろいろと考えが変わるかもしれないし。なるほど。母さん、わかりました。あっという間に終わらせてみせますよ。この道って完成したんだっけ？ここまだなんか終わってないんだけど。もしもし、スポーツ&どうのこうのかしら？ランニングウェアが必要でメンズの M サイズなんですけど。いいえ、割引カードは持っていないわ。友人のカードでもいいかしら？ちょっと何言ってこうかね。ありがとう。またかけ直すわね。適当に読んじゃった。セリフを正確に知りたい人は動画を一時停止して、セリフじっくり見てみてください。俺もそうします。それ時々ね、めっちゃ面白いこと言ってるから。まあ、時々だけど。よし、続き。ライトを設置する。ははは。ここはあんまり目立たず、あ、これいいかもな。これはちょっと地味すぎかな。これは派手すぎかな。これぐらいがなんかいいでしょう。なんか、あ、迷うな。どっちでもいいんだけどな。どっちでもいいな。でもあんま黒っぽいのは微妙だからこっちにしよう。はい。完成したのか？オースティン、素敵よ。まさに想像通りだわ。あなたのランニングウェアとスニーカーが届いたの。あ、やった。マジで。着てみない？何枚か写真を撮って SNS に投稿したいわ。自慢の息子ですみたいな感じでやるのすげえ恥ずかしくね。母さん、着てみたい気持ちはあるんですが、
どうして写真を撮る必要があるんです？キャサリンからランニングウェア姿のあなたの写真を何枚か投稿してほしいって頼まれているの。え、マジで？マジでか。それはちょっとドキドキしちゃうね。ピシッとしたシャツと蝶ネクタイ姿のあなたしか見たことがないからって。なるほど。物珍しさか。女友達同士でからかわれたらやだな。なるほど。じゃあキャサリンは私が運動を始めたことを知っているんですね。そうだね。さてはママが教えたの？もちろんよ。スポーツ用品店の割引カードは彼女に借りたんだもの。あ、そうなんだ。まあキャサリンはもう知っていることですし、ランニングウェアを着て写真を何枚か撮るとしましょうか。撮影前にここの場所を少し整備することができてよかったですよ。え？なんか喋る？喋らなそうかな？これは。OK、じゃあ今回ここまでにしよう。次回は、写真を撮る。そして SNS に投稿する。そして、いいねをたくさんもらう。ジャージ姿をまあそんなことがあってもいっか。よし、というわけで次回をお楽しみに。それじゃあまたね、バイバイ。